ございます。公演が始まる前に私たちからのお願いです。公演中の座席の移動、交換、座席からの身の乗り出しや周りのお客様にご迷惑のかかるような行為はご遠慮ください。一席での改造ペンライト、自作ライトの使用は禁止します。使用される方は立ち見席で使用をお願いします。椅子席で使用されていた場合は係員が点検回収いたします。ご了承ください。劇場内およびボックスタウン箱崎内は全面禁煙、飲食禁止となっております。飲食される方は劇場エントランスで飲食を行ってください。また劇場内では携帯電話の電源は必ずお切りください。劇場内でのバッテリー充電を含めた電話機器操作もお断りいたします。公演を行っている劇場内は全ての録音、録画機器、撮影機器での録音、撮影を禁止します。トイレなどで一時退場するときは再入場用のスタンプを手に置かせていただきます。劇場入り口スタンプまでお申し付けください。再入場用スタンプを押し忘れた場合、再入場できない場合があります。ご注意ください。また本日は、すいません忘れました、3列目以降が立ち見席となっておりますので、押したりとかはないようにしてください。他に何かご不明な点はお気軽にお近くのスタッフまでお尋ねください。本日の鍵穴はニコニコキング青キング、ニコニコ同級いたということ
第3曲をお聴きいただきありがとうございます。皆さんこんにちは、私たち HR です。よろしくお願いします。はい、じゃあ自己紹介からいきましょう。じゃあ坪田から。はい、皆さん坪田からとお願いします。それではいきますよ。ニコニコキング青キング、ニコニコドンキュン。今この瞬間なのかな、聞いてみる。
るじゃん。じゃあ行ってきますね。すごいね。メンバーよりも先に答えるっていうの。熱心な皆さん。積極的ですね。はい、どうぞ。今日、つばたに会えたことです。Thank you.
んです。Okay.
たいと思うんですけど、今回はこの中に入っているものをみんなで食べてもらいます。3つ入ってるから、その中に1つだけ辛いものが入ってるんですよ。何が入ってるの？みんなで甘い演技をしてもらいます。で、みんなにはこの中から3人食べててみんな甘い演技してるので、誰が一番辛いのを食べているかを当ててもらってください。当ててください。1個だけ食べてたよ。2つ見てます。
ミュって。めっちゃ入ってるじゃん。結構入れたね。すごい、なんか体の中心にわさびが入ってる感じが今すっごいある。おなか。まあ、ね、食べて熱くなったってことで、はい、次の曲に行きましょう。行きましょうか。はい。はい。はい、それでは続いての曲に行きたいと思います。続いての曲は、スプレーボールかな？スプレーボール。Oh,
お店屋さんみたいなソフトがあってゲームの、そう、それを毎回シリーズ買ってたから、そう、私もお店開きたいなって。それでも思ってた。うん、思ってた。はい、じゃあ先輩に聞きたいと思います。はい、じゃあ、はい、メイさん、はい、ありますか。私はフランス料理屋さんを開いて。なりました。何しますか？なんか犬をとりあえずお客さんの元に持って
って、いやいや甘くないよ、そんな帰りね、ペットショップでね、あの職場体験行ったから。そうなの、うん、そう、自分たちでなんか行くところを決められるんですよ、高校で自分でアポを自分で取ってペットショップで、そう行ったんだけど、やっぱ生き物を扱うところだからもうすごい、え、そうすごいよ、重みがすごい、生き物扱い下手だから、あなた自身がしっかりしてなくちゃタイムで、まあ
肉肉肉肉で良くないそれ。いい、いっぱい来そう。いいですね。すっごいカフカフでさ呼んでる人が回る頃には絶対もうさ死ぬ声だよ。もうなんか一個のお店作るのもいいかなと思ったけど、なんかなんていうんですか、あえてこう作ってどこかのなんかバトルして1位だったチームに得点みたいな。ください。
業公演だったんですけど、みんなとは会えて最初泣くかなと思ってたんですけど、すごく逆に笑顔をもらいました。今日は来てくださって、あ、来週の告知は、あ、そうですね、HR は29日に大忘年会、そして年始早々は箱崎宮のお宮前にするヒット期間、ヒット期間のエイちゃんの生誕祭から始まります。
しご週間管理職を伴って補ってくださって難しい言葉使わんでいい。そうやね、そう、中間の人間になってくれてすごいなんか繋いでくれるんですよ、関係を。みんなが知らないところとかありますか？裏表ってない思った。なんかステージ上も裏も全部一緒だから、ね、そう、だからここまでやってこれたんだと思う。だってお菓子も鼻に詰めるしそれ言おうかなと思ったけど、いや写真にも載せてたしなって思って、みんな知ってるわと思った。鼻、なんか鼻詰めたら安心しません？いやしない、しないしない。私、青木さんの鼻に詰めたお菓子食べませんでした？食べた、なんか、チョコボールかなんか食べましたよ。いいな、でもなおは青木さんの鼻に詰まった枝豆食べたことある。ないかしら、ないしかもそれファンの人の前で、そうそうそう、なんか、スパッと上がれる。あ、はい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 。あ、ごめん、いなかった話してごめんね。ごめんね、ごめんね、大丈夫です、大丈夫です。でも、なんか、なんでこの2人とアンコール MC 出ちゃったんだろうって今思ったよね。ね、誰が選んだ？誰が選んだ？誰が選んだ？つばた。私たちのこと好きですね。ありがとう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 。マーナ出てきて。助けて。私たちで我慢してください。そうですよ。なんか先が心配でちょっと泣きそう逆に。だから、あ、じゃあ残り。大丈夫？残り。怒りそう。大丈夫です。なんもない。大丈夫です。はい。怒られるのもありっちゃありですよね。まあそうだね。けど青木さん的には怒りたくないと思う。え、怒りたくないですよね。うん、当たり前じゃん。ですよね。なんかムカつかん。なんかムカつかん。あの発言に、すいません、ちょっと先に言わせてもらうの。私たち2人発言に問題がありまして、ね、あの、はい、結構あの人をイライラしてしまうので、ね、ただあります。でもうち怒ったことないよね、ガチで。いや、私はありますよ。あ、ななはある。私はいっぱいあります、青木さんに怒られたこと。うん、よく怒ってる。いっぱい泣きました、今まで青木さん関連で。てか、なんか青木さんが全然意地悪くなくて、なんかただななに構わなかっただけで、なんか泣いたりして。そんなことあったっけ？悪者だよ、ね、うん、超悪者にされてた。そんなことあったっけ？はい、ごめんなさいわ。ごめんなさい。今日素直。じゃあつばたんに言う、今だから言えるごめんなさいっていう。今だから言うごめんなさい。あ、今だからじゃなくて、まあ今言っとこうかな的なごめんなさい。つばたんに？うん。え？悪いことしましたっけ？それが悪い。心が悪い。それが悪い。ごめんなさい。あ、じゃあ分かった。はい。具合が悪い時にあのチュッチュチュッチュしてごめんなさい。なんかしけるんだけど。いいよ。じゃあ私聞いてもらっていい？はい、私観客で。多分何も分かんないよね、ネタ。うん。つばたんです。ナオティンです。二人合わせてつばナオティンです。イエーイ。じゃあ、オタクあるある？いいよ。やっちゃいますか？はい。オタクしかいないんでね、ここ。あ、そうだね。初めてのチェキ会。あ、はじめまして、ありがとうございます。こんにちは、あの、タゲンバから来たんですけど。え、なんで？いいんですか？まあ、ある程度大丈夫ですね。じゃあハートで。はい、チーズ。ありがとうございました。あ、握手までいいんですか？ありがとうございます。また来てくださいね。なんか下手になってない？うん、最近いたの。本当いたの、こういう。本当チーズ。バイバイ、待たせ。
るわ。はい。オタクね。私オタクですよ。初めての握手会。はい、はじめまして。ありがとうございます。これからはい、もっといろんなオタクと出会えるように私たち頑張っていくので。そうだね、もっと、まあもっとって言ったらあれかもしれないけど、はい、個性的なオタクと。でも個性があるからいいんだよ。楽しいじゃん、うちらも。めっちゃ楽しいんですよ。そう、なんかみんなが同じだったら、やっぱ覚えらんないって出してるけど、まあ、覚えらんないし、みんなさ、個性出していこう、みんな。曲は夏色キャンディーと夢のステージです。それでは聴いてください。夏色キャンディI'm not afraid to die.
涙を注ぎますね。ありがとうございます。皆さん、とうとうこの日を迎えてしまいました。誰もがずっとこの日が来なければいいと願っていたことでしょう。私たちの大切な仲間である青木翼の卒業式を始めます。これまで共に活動し喜びや悲しみを分かち合ってきたメンバーより卒業するつばたんへ思いを伝えてもらおうと思います。まずはこゆりんからお願いします。はい、つばたんさん、ご卒業おめでとうございます。ありがとう。私たち10期生が最初に入ったのはなんかちょうどその頃つばたんさんは休業されていて、なんか HR メンバーの中で一番最後にやっと会えた先輩がつばたんでした。つばたんさんでした。いいよ、すいません。はい、それでつばたんさんとの思い出はいっぱいあるんですけど、なんか私が HR に入ったばっかりで、なんかいろいろ今まで体験したことないようなこととかもあって、なんか深刻に考えたり、なんか考えやすいから、なんかそういう時になんかちょうどその頃夏色キャンディーの頃の撮影だったんですけど、その時につばたんさんが会場おいでって呼んでくれて、私の悩みをいっぱい聞いてくれました。覚えてますか？覚えてる。その時にずっと親身になって聞いてくださって、なんかいつも後輩思いで、なんか私にたくさんアドバイスとか体験、自分が体験したことでいろんなアドバイスなどをくれて、なんかダンスとかで悩んだ時もいつでもダンス教えちゃうけん聞いねって小百合に言ってくれて、それで頑張ろうって思えたし、他にも何か私はレイさんのことも大好きだけど、レイさんも大好きだけど、つばたんさんもすごい後輩思いで、すいません、なんかいつも支えてくれて可愛がってくれて、なんかもうこれでいやーとか言うけど可愛がってくれて、それで一緒にお食事に行った時もなんか初めて食べるニンニクだったけど、つばたんさんがこれは大人の味だからって言ってたくさん口の中に入れられて食べた思い出もあるし、なんか予約会ではなんかわかんないけどつばたんさんに噛みつかれて歯型がついたこともあったし、でもいっぱい遊んでくれて、つばたんさんが私がつばたんさんに全身マッサージをしてしたりしていろいろお世話になりました、はい、でもなんか私が相談した時は真剣に乗ってくださるけど、なんかバカになる時は一緒にバカになって、なんか一緒にたくさん一日でなんかなんでこんなに撮るんだろうっていうぐらい一緒に動画を撮ってくれたりとか、写真何十枚も撮っていっぱい遊んでくれて、はい、それで、なんかもう言い切れない思いもいっぱいあって、なんか私は本当はつばたんさん戻ってくるって思ってたけど、また同じステージに立てるって思ってたけど、それが叶わなくて悔しい思いもいっぱいあるけど、つばたんさんにすぐ LINE をしたって、絶対会いに行きます。ありがとう。ありがとうございました。続いてなんちゃんお願いします。はい、青木さん、ご卒業おめでとうございます。ありがとう。青木さんのことは
HR に入るときにまずホームページを見てずっと一番可愛いって思ってたから仲良くなりたかったから仲良くなれてすごく嬉しいです。9期生が入ってすぐの時レッスンしてるときに青木さんは一人ユーストリームでいつも劇場に来てたから、うん、一番最初に仲良くなれた先輩でもあるし一番私が悩んでる時に話を聞いてくれたし怒ってくれたし青木さんがいっぱい怒ってくれたから精神が強くなりました。卒業発表された時も5周年の時も電話を私にしてくれていろいろ話してくれたからなんか後輩だけど信用してくれてるのかなって勝手に思って勝手にずずしく思ったけどなんかそう思ってました。もう泣いて抱きついたりして迷惑かけてたから今日は泣かないつもりなんだけどなんか小百合のせいで小百合のせいでめっちゃ涙出ちゃったし、とりあえず卒業するとはすごい寂しいし離れたくないけどあなたはこれからも連絡取ってくれるって言ったから信じてずっと待ってます。大好きです。ありがとうございました。ありがとうございます。続いてマーナお願いします。おめでとう。ありがとうございます。つばたんはねこの休業発表して正直今日この場に立つのがすっごい怖かったと思っちゃう。だけどこの全力ジャンプのソロを聞いて安心しました。元気だなって思ってすごい重圧に耐えながら休業何ヶ月だっけ結構ね3ヶ月ぐらいっていうこの長い休みの間を感じさせないくらい元気にしてくれましたね。最後、夏色キャンディーで泣きそうだったつばさんを見たときに泣かんぞっていう、 こう気持ちが顔に現れとって正直なんか心の底から負けず嫌いなんだなって負けたくない自分にね負けたくないんだなって思いました。つばさんは遠征の時には必ずこう一芸を披露してくれたりつばりんやったり関西といえばつばたんって言われて関西遠征の MC で一人頑張りますって言ってくれて一人でいっぱいやってくれて泣きながらも一生懸命やってくれたよね。関西はつばたんのものっていうぐらい HR のファンの方は思ってると思います。つばたんはたくさん HR のファンを獲得してくれました。骨バタンが入り口になることも多かったと思います。正直私は勝手にツバタンのことをライバルと思ってました。元気いいし笑いも取るし汗もかくし負けたくないなって、だから一緒にこうなった時夏色キャンディーも負けたくないなって思ったし、だからそういう存在がいなくなるのはすっごい寂しいです。だけど翼はこれからの道一生懸命歩んでいってください。はい、頑張りますか。頑張る。頑張ります。だってうちもマーナに負けたくなかったの。なんかどこか似てたから。でも先輩だしでも越すことできなかったから越したと思います。今日のナゼルキャンディーの翼を見てすっごいなって、全力ジャンプの翼を見てすっごいなって、休みの間を感じさせないぐらい精神的にも辛かったと思うしきつかったと思うけど卒業式やってくれて本当にありがとう。翼との思い出すっごい楽しかったです。ありがとう。続いてマイルお願いします。
します。はい、卒業おめでとうございます。ありがとうございます。6期生は3年前、4年前くらいにいっぱい入ってきて、その中の1人がね、14人くらいだった最初、そんな失敗11人くらいいて、その中の1人だったから、最初の方はあんまり関わることなかったんですけど、なんか翼の印象とか、こういう元気な子が入ってきたよとか、面白そうな子が入ってきたよっていう評判を聞いてたので、どんな子なのかなと思ってました。で、なんか正直翼多分4年間、3年間その HR に入ってて後悔したこととか悔しかったこととか絶対あると思うんですけど、私も正直翼のことを見てて、あ、この子多分続かないなとか、なんかあまり信用できないなって思った時もあるんですけど、持ち前の根性とかで研究生の時代が長くてもどんなに批判されようとも頑張ってる翼はすごいなと思いました。で、一番これを言いたいのは、私がキャプテンになった時にすごく毎日話聞いてくれて、メールとかでもね、長文でやり取りしたり、レッスンの前に2人で話してて、あ、今日こういう話しようとか、みんなにね、今こういう状況だからこういうことをやったらいいんじゃないかって翼と話してる時がすごく心の支えになりました。で、その後はね、昇格して、あ、その時も昇格したけど、なんか後輩との、さっきの青が MC の時に言ってたけど、後輩との架け橋に翼がなってくれとるけん、今のこういう下も上も仲がいい状況が作れてると思います。ありがとね。で、2週間前に同期のモッチーが卒業した時にメッセージをもらってたので今伝えさせてください。ああ、はい。はい、翼もね、もちろんメッセージくれてたから同じように、はい、翼卒業おめでとう。翼とは説明会の日に隣に座って年齢も一個違いってことですぐ仲良くなったね。最初はフリフリピンクって感じで、私この人苦手ぶるいってすぐに思ったけど、なんだかんだ仲良くなったよね。不思議。いろいろあって私たちは1年以上溝ができて、正直翼のことその時は嫌いだった。でもどんどん上に上がっていく翼への嫉妬とかいろいろあったり、私まだ子供やったんやろうね。今年の生誕祭の時、楽屋で泣いて話してくれたこと、なんでもっとちゃんと話し合わんやったちゃろうって思った。そういえば翼のこと翼って呼ぶのは私だけじゃんね。最初から翼は翼、つばたんとか呼んだことないし、なんか気持ち悪い。ダンスが上手くて、みんな明るくできていて、いつも後輩に慕われていて羨ましかった。最後まで翼らしく笑顔で頑張ってね。以上、望月彩香より。もっちありがとう。本当に今まで見てくれたりとすると思うから、6期生がこれでいなくなってしまうのはすごい、真ん中の、なんて言うんだろう、その本当に架け橋的な存在が、その6期生がいなくなるのは寂しいけど、翼は翼の道があると思うから頑張ってください。はい、はい、ありがとう翼。ありがとうございます。ここで旅立つ姿へ、ファンの皆様より花束の贈呈です。すごい素敵なメッセージでしたね。なんか
かいっぱいあったんだなって気づかなかったから、はい、青木さん、卒業おめでとうございます。ありがとう。ありがとうございます。それでは、卒業生から HR メンバー並びにファンの皆様へご挨拶をお願いします。はい、今日は卒業公演に来てくださって本当にありがとうございます。ステージとかでは絶対泣いたらみんなの方が悲しいから急に会えなくなっちゃうし、絶対泣かないって決めてたけど、やっとアンコールになってこれが本当に最後なんだなって思って、ちょうど1年前ぐらいに昇格したんですけど、この2015年の1年間が自分にとってすごいやりたかったこととかしたかったこととかいっぱいできて本当に良かったです。なんかずっと卒業するって決めてて、いつかはでも最後に辞めたいなってずっと思ってて、先輩よりももっと残って先輩が安心できるようになんかやってきたら、やってきたらいいなじゃないけど絶対やっていくぞっていうのがあったんですけど、今回辞めることに対してはもうどうにもできないので、本当になんか思い返したら楽しいこととか嬉しかったこととかしか出てこなくて、何が嫌だったとか何が辛かったとかどこで後悔したとか諦めたかったかとかあんまり全然思い浮かばなかったんですけど、やっぱり思うのは努力ってしょっちゅう裏切ると思うんです。でも努力しなかったことは必ず裏切るから、3年間って短いかもしんないけど、こうやって頑張ってくれてこんなたくさんの方とかこんなメンバーとかにこんなに好かれてて、本当に3年間頑張って来てよかったなって思いました。一人ユーストリームとか他の人と変わったことを常にちょっと1年半ぐらい前になっちゃうんで、今はちょっとあんまりわからないかもしれないけど、ずっと一人で夜中にユーストリームやったりとか一人で TBS さんの番組に出たりとか、すごい人と変わったことができて嬉しかったです。私はこれでアイドルの世界とかステージに立つ世界からは本当に今日で最後になってしまいますけど、でも絶対みんなのことは3ヶ月ぶりとかに会った人とか3年前に来てくれてた人とか、もう全然会ってなくてもみんなの名前が思い浮かんで、来れなかった人の顔とかもすごい今でも覚えてるから、私もこうやってステージにずっと休業も2回ぐらい体弱くてしてしまったけど、みんなのこと、皆さんのこと
忘れないから。一人の青木翼は一人だけど、一人のリチャルのこんなメンバーがいたなっていうことを覚えてくれて、よく街うろちょろしてて私服かわいいから目立つので、つばたんって声かけてくれたら、あの一緒に手振ってあの仲良くできたらなって思います。これからも HR のことを心配な後輩もいっぱいいるんですけど、すごく期待してます。変わらないと面白くないと思うので、これからは HR のことよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ここでつばたんがこのステージでの卒業にふさわしい姿へお色直しに向かいます。皆様拍手でお送りください。思い出の品を持ってきてくれているということで、かなにゃん、はい、持ってきてもらってもいいですか。ますね、そう、どんな思い出が聞けるんでしょうね。で、なんか結構昔のものとか入れてるメンバーもいたから、ね、データとかね、結構懐かしい品入れてるね。そうはいあ、はい、ちょっとね、何個かね、持ってきたんですけど、何から行こうかな、ちょっと持ちにくいまず1個目。お、このマイメロマグネット。マグネット誰ですか。お、かゆちゃん。かゆり。これはどんな思い出があるんですか。なんかこれマイメロ、つばささんが大好きなマイメロちゃんなんですけど、これをなんかいない休業の間、なんか本当はつばたんさんのロッカーにこうペタッと貼ってあったんですけど、私つばたんさんが上なんですよ、ロッカー。それでなんかどんどんわかんないけど下に落ちてきてなんか気づいたら私のものみたいに私がずっとここにペタッと貼ってて、コンビネーションで勝手に撮ったんじゃなくて大丈夫ですか。気づいたら流れてきて、で久しぶりにつばたんさんに会った時に、あ、すいません、なんか自分のものみたいになっててって言ってお返ししようと思ったんですけど、そしたらこれもらっていいよって言われたから、はい、大事にもらってきます。これは宝物です。よかったね、はい、すごいね、全然キャラじゃないと思った思ったけど、まあつばさんつばさんさんのね、お守りと思ったからね、これを持って私は頑張ります。これから、これからもね、はい、ありがとうございます。はい、2つ目、ちょっとこれ大胆ですね。ズボン違いますね。ん？なんだこれ。しよう、こっちですね。あ、こっちがね。あ、ちょっと、あ、トコナッツのベストかな。あ、うん、はい、そうです。お、吉田さん、これは、1個前の公演の時だったんですけど、つばたんがよくこのトコナッツビーチの昔の衣装を着とって、それがすごい印象的だったので、うん、これを持ってきました。確かになんか翼っていうのはココナッツビーツって感じ、ね、しかもあの服、うんうん、そうね、印象深いですね。そうです。マーナとかもよく一緒に着てたんじゃない。そう、着て、ちょっとそう、これすごいスギちゃんさんに似てるねっていう。確かにそれになさいがね。そう、ベストなんですけど、うん、これを着るとなんか負けてやるかと思って、うん、翼さんと一緒にこう出るときは、うん、絶対負けんぞと思って、こう激しく汗を振りまいた曲です多分でも分かる、その気持ち。なんか、まあ、手抜いてるわけじゃないんだけど、トコナッツのメンバー見て、あ、今日 150% で行こう分かる、いけないことかもしれないけど、なんか翼が一緒にいるともうすっごい社会で今日踊りたくなる。負けたくないよね。今日もなんか全力ジャンプの時に超高く飛んでるから、うん、頑張って飛んださすが。分かる分かる。でもその見ると思い出すね、うん、カスカスのボイスがこう響き渡ってますね、これ見るとね。そうね、懐かしい。ありがとう。あ、はいまたね、これを見てね、思い出しましたよね、アキさん。はいはい、続いてはどうしよう。あ、
これは誰でしょうか。みぽりん、これはですね、青木さんの今年の生誕 T シャツなんですけど、すごい生地も良くてデザインも可愛くてそう、これなんか汗吸うやついっちゃう、すごい着やすいですねだから私服としてもレッスン着としてもすごい愛用させていただいて、私服できたのこれ、さすがに着ますよでもなんかみぽりんが私服で着てるのはあんまイメージできないけど、結構メンバーこれ着てるよね。すごい着ますね。私もセロちゃんとかも着てたよね。はい、めっちゃもうお気に入りの一枚ですね、そのセロの T シャツ。めっちゃ可愛い、可愛い。後ろがね、そうなんですよ、アディダス風な、あ、そうそうそう、なんていうの、青キッズ、青キッズちょっと英語だからね、読めない青木さんの子供たちってことかな。すごいですね、アディダスのあれなんですよね、似てる感じのデザインでね、すごいかっこいいですよね、結構レッスンとかでも、あの例えばみんな着てるのにレッスン着が結構5人くらい被ってたりとかして、すごい青木さん T シャツ率多いなって思う時もあってね、すごいね、みんな着用してたと思いますね。はい、ありがとうございました。はい、続いてはですね、あ、これ三宮ジュルさんやばい、三宮ジュルさん誰ですか。はい、マドリー、はい、三宮もうあのこれは品物、これじゃないけど、思い出、あ、そうね、記憶の中で翼と三宮の HMV さんでツバリーナっていうのをやったことがあるんですよ。こう、ツバタフとなんか MC で面白いのやってって言われるんですね、スタッフさんに。だから一緒にやろう、頑張ろう、ここは頑張ろうって言ってツバリーナっていうのを結成して、いつもやるんですけど、いつも滑るっていうそう、なんかすごいみんなも笑って、メンバーも笑ってくれないし、ファンの皆さんも笑ってくれないから、どうしようって2人で悩んだんですけど、結局ここでもやったし、遠征先の東京でもやったし、福岡でもやれ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 って言われてやった記憶が、全部滑ったけど全部滑るとその方がすごいと思うけどね。そうだから、ツバナオティンがさっき受けた。はい、でも私最初やりたくなくて、なんか三宮で国本さんが休業されてる時に、やったんですけど、なんかツバリーナがいいみたいなことを泣かないでやりたくなかったんですけど、青木さんがでもツバナオティンの方がウケてたよって言って翼ナオティンが浸透してきて、今日もやれたね、よかったね、はい、つまりリーナちょっとできなかったけどまあ記憶の中に残しておきます。ありがとうございます。そうですね、はい、はい、続いてはですね、これは1年ぐらい前にやってた、青木さんの一人ユーストリームの何ですかね、看板、はい、あ、小林さん、これ結構メンバーがその最初に木曜日と金曜日にユーストリーム配信をやっとったっちゃけど、なんか結構いろんなのがあって、普通にゴーゴーマリーナとか、懐かしくなーゴーゴーマリーナやってましたもあるし、結構ね、つばたんのおレイに始まるマイリンでスマイル記憶ある、レイタン、いや、ないです。ここはあるってやってほしいな。あ、そうそう、ツバタンがこれは免許証にビビるラジオっていうタイトルみたいなんやけど、ツバタンが〇〇にビビるラジオでそのずっとニュースリームやってくれてて、最初はね、なんかこうツバさんがニュースリームやってみたいってその運営さんに言ってくれて一人でやることになったんだけど、なんかこう続かんと私は思いやったんだね。なんか結構夜遅くとかに一人で頑張っとるのを見よって、でもなんかこうだんだんと私も結構見てたんですけど、視聴者数がどんどん伸びていって、なんかしかも本当にずっと根気強く続けてて、その頃に翼のファンが
すごい増えたイメージがあって、なんか HR の窓口としてつばたんが一人ユーストリームで頑張ってる姿を見てたので、なんかこれを持ってきたいなと思いました。そうね、一人で1年前くらいかな、一人でなんかね、ボケとツッコミ両方やりながら頑張ってたな、すっごいねって言ってたけど、すっごい面白かったな、つばさんのそのユーストリーム。そうそう、私も結構何回かユーストリームで青木さんのラジオ見たりしたんですけど、すごい一人で何でも喋ってて、一人でねこなしててすごいなと思いましたね。お、つばさんがアイドル好きにビビるラジオ見ましたね。ね、いっぱいあったんですけど、なんか一人でそれこの前じゃない、その見た時に、初めて見た時にカツラをかぶってて、しかもあのハゲカツラね、あのツルツルのあれかぶって、あのピンポーンってやつ、効果音まで一人でなんかなんとかなんとかピンポーンみたいなことまで一人でしてて、すごいなと思った。それを見て翼全部やるよね。そう、全部やってた。機材のセットもツバタンがやって、で流すボタンもツバタンが押して、じゃあ伸ばそっかとか言って30分伸ばしたりだとか、そういうことも全部一人やってたから、すごいなって思ってた、ずっと。ですね、やりたくてもできなかったことをツバタンがやってくれてたから、すっごい HR にとってはねプラスだったよね。ですね、はい、ありがとう、はい、ありがとうございました。はい、これで思い出の品はこの一つで最後かな。最後は何、大鳥、これそう、これ水着でツバタンとナオティンが注視をしてるとこ。ナオティン、ナオティン、はい、ナオティン、これはなんで最後なんですか。いや、なんか浜辺ナチュルキャンディの MV ミュージックビデオ撮影の時の写真なんですけど、なんか浜辺でチューするってカップルぐらいしかしないんじゃないですか。それでなんか青木さんとなんかやってみたくないみたいなノリになって、すごい青木さん水着の撮影に気合入ってて、それで朝からなんか車で何人かずつ現場に行くんですけど、その一番乗りで私と奈々ちゃんと青木さんとメロさんと4人で行ったんですけど、みんなが来る前になんかゴミ拾っちゃおうみたいに言って、ゴミ拾いから全部なんかすごい青木さんの指示をよく聞いて、このゴミはあっち、ワカメはこっちみたいなすごい聞いて、それでなんか水着ってやっぱりお腹とか出ちゃうんですよ。でまあ多少編集していただけるとはいえ、お腹とかね出ちゃったらあれなので、すごいダイエットとかもみんなその時期納豆、確かにね、納豆ダイエット流行らしたの翼な気がする。翼のせいで楽屋すごい臭くそう、みんなが食べるけどね。それでこのナイスボディーにボディーを手に入れて、この後結局どこまで行ったの。いやもうゴールインですよ。チューしてた。はい、何パターンかあったんですけど、やってるやつもあってチューってもうついてるやつもあったんですけど、まあ皆さんには刺激が強すぎるかと思い、この写真を選出しました。なるほどね、はい、ナチュラルキャンディーの撮影を通して10期生とかも青木さんと仲良くなれたと思うので、すごい青木さんの気合の入り方が詰まった MV なので、もう一度皆さん夏がキャンディーの MV も見てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ね、なんかその夏がキャンディーで思い出したんですけど、なんかレッスンの時になんかスワタンさんとナオティさんでしたっけ、なんかもう水着で踊ろうやって言い出して、すぐ水着着替えてここで踊ってて、そう、確かになんかみんなが こう選んでる時、はい、試着水着の見せてくる時とかにみんな結構恥ずかしがってるから、あーこれにしようとか、はい、まあ家で着てみようかなみたいな感じだったんだけど、2人だけね堂々と最初の水着になったね。踊りまくりよったね。はい、なんか更衣室でマッパになってすぐにサーって来て、もう勝手にもうこれにしようみたいになって、もう水着なんてどれでもいい、踊れればって言って、鏡の前で踊ってたらなんかメンバーに多分盗撮されてて、はい、しましたバッチリ。それをなんかグループラインのアルバムに貼られて
大丈夫だった水着で踊って、その時ははい、なんか紐が取れてもメンバーしかいなかったから、なんか、まあいっかみたいな見せときました。すごいね、こんな思い出の品だけでもね、こんなにたくさんね、つばたんが残してくださったんですけどね、他にもね、思い出ある部分は、じゃあ、ゆりりからね、聞いていくかな。ゆりり、どうだった？はい、なんかリリーベとかで予約会をやった時に、すごい一番洋服がおしゃれで、はい、だからなんかお化粧とかも上手だから、すごい自分は女の子として憧れを持ってました。そうだもんね、すごいメンバーの中でもいつも予約会とかでもね、すごい青木さんはもう一番誰よりもおしゃれな私服を着てね、すごい決めて、バッチリ決めてね、いつもね挑んでたから、すごいなと私もね思ってましたね。なんかスタッフさんとかもされてましたよね、つばたんさん行きましたか、スタッフさん、つばたんさんの時ね、レアのね、行きましたね、はい、そうだね、はい、ありがとうございました。じゃあ続いてシャラちゃん、どうでしたか？はい、あの夏、ドンタクで、あのなんか誰ファンの方がつばたんさんの明太ダンスをあの動画になんか撮っててくださってて、それを見たんですけど、めっちゃキレのあるなんかすごい、もうババババっていうダンスを見て、もうすごいなんか私も負けず嫌いなところがあるので、つばたんさんになんか負けないようにたくさんダンス練習しようって思うようになりました。はい、これからもね、青木さんに負けないようなダンスでね、頑張っていってくださいね。はい、はい、じゃあ続いて、じゃあ言ったね、じゃあ B ちゃん、はい、どうでした？私今日あの もうないんですけど、つばたんって言ったら、スクビズで TBS さんのテレビに出てて、なんかああいうことできんのってメンバーの中でもつばたんだけかなって思ったら、すごいなと思って、そうね、そう、やっぱり一人で何でもこなせる方なので、ああいう風になりたいなっていう憧れはすごくあります。じゃあレイキャンもスクビズで、おー、あとのついね、それでは話が違うね。そうですね、あのしないけど、でも出たい人はすごいなってはい、じゃあ続いてはたまちゃん。はい、私はですね、青木さんにバリカタのここランニングマンのところあるじゃないですか、マスコが私何回も何回もやってもできなくて、それで一人で練習してたら青木さんに、ここはこうやってやったらできるんだよって優しく教えてくれて、それでやっとできるようになったんですよ。やっぱり青木さんってそうやって一人でやっている間でもちょっとだけチラッと見ててアドバイスくれたり、結構周りを見てていろいろなこと言ってくださってて、結構いい先輩だなって思いました。教えてもらったの？バリカタ。はい、教えてもらったね。なんか青木さんはいつももうレッスンもしてる中でもすごい周りをよく見ててね、すごいできてないっていうところをすぐ見つけて優しく教えてくれるからね、私も見ててすごいなって思いましたね。はい、じゃあ続いてはナナちゃん、あ、いましたね。ナナちゃん、だけど私この中にちょっと入れ忘れてたけど、今日めっちゃ3つぐらいあるんですよ。持ってきます持ってきますか。お、先に姿の姿見ちゃうことも大丈夫です。あ、じゃあ見ないように目隠しながら、はい、そう、私も実は入れてたんですけど、何入れてたの？ショートパンツを入れてたんですよ。なんで？何のショートパンツ？つばたんの大好きなブランドのショートパンツなんですけど、あった、そう、それ。ごめんなさい、真っ白で同化してておりえなかった。はい、こちらのショートパンツ、はい、これ実はつばたんと色違いなんですよ。そうで、あのちょっと前にね、東京に東京に行かせていただいた時に時間があったので、つばたんとナオティンと私ともう一人過去のメンバーなんですけど、4人で言っていいのかな、分かんないけど、そう、4人でね、あの回った時にお気に入りの1枚で買いそびれちゃって、で天神で、あのつばたんが先に手に
入れてまだあるから行っておいでって言ってゲットできたものなんですよ。唯一のお揃いの。はい、唯一のお揃いです。これからも大切に使っていきます。はい、ありがとうございます。なんちゃん持ってきた、 見なかった？ちゃんと見てないです。大丈夫。はい、じゃあなんちゃんは、私はですね、今日これを着てきたんですよ。去年の生誕祭で青木さん、なんかこれ着て行ったのに青木さんになんか KY みたいに言われてなんで今年のじゃないって言われてしまったんですけど、私は去年も着るのもいいかなと思ったのにちょっと朝からしょげました。求めてるからてか私多分がいいのかも。あ、私でも多分今年のよりこっちの方が来てるかもしれないです。おお、すごい。これ裏面がねすごいって、そう、妹に何これって言われて、そう、私が大好きなつばたの T シャツだよって言って教えてあげました。ね、先端のやつになったってすごいよね。はいはい、ね、はいじゃあこれからもねたくさんね来てくださいね、はい、はい、ありがとうございます。3つぐらいある。あ、じゃあ2つ目は今年の青木さんの生誕祭の時のうちわです。メッセージを書いてもらってて、うん、橋本好きでいてくれて嬉しいよ、浮気するなよ、つばたん一途しか嫌いって書いてあって、まあ、好きなのか嫌いなのか、典型的なツンデレですねけどなんかいつもあまり、まあ、青木さんって直接好きとか多分、まあ、言わないじゃないですか。けどこういうところで浮気するなよとかいつも言わないことを文に起こしてなんか形に残してくれたのがすごい嬉しかったです。これも生誕のうちわかな。はい、そうです、ね、今年のです。これはそうそうそう、すごいね、みんなファンの方が生誕の時にうちわね売ってたりとかしてすごい印象深かったですね、このうちわもね。はい、はい、これからも大切にしていてください。はい、はい、最後は去年私の生誕祭の時に読んでもらった手紙なんですけど、私これちょうど1年前だったんですよね。私の生誕祭が1年間スケジュール帳に入れて毎日一緒に持ち歩いてました。なんか去年本当はなんか奈緒が手紙を書いてくれるみたいな感じだったんですけど、いざその時になったらあの青木さんが手紙を持って前に出てくれて、私なんかそれだけでめっちゃ多分号泣しちゃって、なんかすごい泣き虫はやめてって、泣いてるだけじゃわからないよって言われたのをすごく今も覚えてるんですけど、早速今日も泣いちゃって最後まで私は本当に迷惑をかけてしまっていたと思います。嬉しかったです、すごい。はい、はい、逆になーちゃんはつばたんに書いたことないの？え、ないです。書かないと。じゃあ書いちゃい今度、うん、じゃあ住所聞いてちょっとめっちゃ送ります。宝物にしてもらいな。そうですね、大切に取ってもらいましょうはい、ありがとうございました。はい、これで思い出の品以上ですね。じゃあちょっと私も思い出話していいですか、うん、私があのレッスン始まって入って一番最初にレッスン始まって一番最初に会ったメンバー、一番最初に話したメンバーが青木さんなんですよ。それで一番最初の日は青木さんにすごいレッスン教えてもらって、ストレッチとかも私ちょっと体が硬いのですごいね一生懸命ねこうやってストレッチするんだよとかすごい教えてくださってね、すごい時にちゃんと厳しくする時はちゃんと怒ってくれて、普通にふざけてる時にはすごいふざけるっていうスイッチがすごいできてて、私は尊敬していますね。私も将来そんな先輩になれたらいいなって思いますね。ななが結構ね、はい、偉大な人になりたいって言われて、そう、なんでここで掘り返すんですか、ね、可愛いなと思ってえ、偉大な人にね、はい、頑張ります。こんなんですけど、そんな感じいいかな。でも自分違いかな私も青木さんみたいに偉大な存在になりはい、でも小入がこのさっきのなんだっけメッセージの時にすっごい喋ってくれてて、バカなもんだよね。なんかすごい悲しい思い出とかもなんか思い出してきて結構涙も出てきたっつけど、クイリが笑わせてくれたけよかったよ。なんか喋ってる時でも泣いてるのか笑ってるのか分かんなかったしかもめっちゃ田舎者みたいな喋り方だからちょっとびっくりしました。分かるかも。でもあ、褒めてるんですよいい意味で。そうですね、はい、じゃあ他にメンバーで思い出が
あるよって何か話したいことありますか？でもさっきのさ、あのなあちゃんの、はい、に1年前の T シャツ、はい、に買い取ったそのリア店、でも一回見せてもらっていい？あ、リア充、リア充ってやつで、そうそう、これがね、なんかネットのなんかアプリで人気投票があって、他のアイドルさんと争ってて何位以内になったらテレビに出れるっていう番組やったんですけど、あ、企画だったんですけど、その時に HR からは翼が代表でやってくれてて、でまたなんか同じようなこと言っちゃうんですけど、なんか HR の代表で多分プレッシャーとかもあったと思うんですね。これ入らなかったらどうしようとかいう、でもなんかこう毎日毎日告知して、なんかある日は多分走りながら覚えてる、なんかこうなんかリア充応援、あ、応募リア充投票してくださいみたいな、なんていうっけ、タスキをかけて走りに行ったりしてて、本当になんかこう広報活動がすごいなと思って、で結局それでね、言ったレイキャが言ってた水着を着て、はい、あの東京の TBS さんの番組に出てたんですけど、すごいよね。でもね、本当にやることがなんかあれですよね、これのその何ですっけ、ん、応募じゃなくて何ですっけ、アプリで、うん、投票してくださいっていう、あのフライヤーとかも全部手作りに作ったりしてて、家のコルクボードに、私まだここにあのファンとして来てた頃です。おー、だからフライヤー持ってます、家に今。お、持ってる、持ってるんだ。なんか私も学校とかで友達に配って、友達に投票してもらったりとかもしました。うーん、私も家族全員でやってました毎日投票の時間だよって言ってみた。そうね、すごいね。なんかね、青木さんはすごい人と違ったことをしたいって言って、一人で何でもできちゃう方だから、うん、もうユーストだったりとか自分で用意して全部自分でしたりとか、うん、このリア充のチラシだって全部自分で一人で手かき上げてチラシを自分で置いたりとか、すごい自分で何でもする方だからすごいなって思ってましたね、私も。さっき言ってたチラシとかもここに置かせてもらって、他にも多分なんか本当はダメだけど、なんかお店とかに置かせてくださいって言っちゃって、なんか後で後々怒られたりしてて、なんかそうやってその絶対そのダメって分かってても、なんて言うんだろう、いやもしかしたらいけるんじゃないかなって言って自分でこう尋ねに行ったり挑戦しに行く姿が、私絶対ダメって分かってたら、ダメって分かってたらっていうか、なんかダメそうだな、 80% ダメそうだなと思ってたら、なんかあんまり行かないタイプだから、うん、それすごいなと思った。うーん、すごいな、怒られちゃったんだけどね。そうね、どんどん突っ込んでいくタイプだったから、なんかああいう存在になりたいなって後輩だけど思ってた、うん、し、なんかああいう性格になったらすごい楽しいだろうなってまだなりきれてないあ、なりきれてるけど、なりきれてるけど、なんかあのボイスといい、あの性格といい、すごい最強のキャラだなと思って、うん、私実はつばた虫なんですよ、メンバーの中で。そうなの？そう、顔だけだけどね。顔だけっていうのはなんかすごい失礼だけど、いや、ずっと言ってて、つばたはね、実はつばた虫ちゃん、顔だけって言ったら、すごいなんか、いやーって言ってくれるから、いつもそれが嬉しくて、なんかいつもこう、つばたんと会ったら、かわいいねって言うんですけど、あ、私、その MC 見ましたよ、私が HR 入って、公演を見に来てたんですよ、したら、MC で顔が一番好きって言って、ちょっと離れたところから見た顔が一番好きって言ってて、あれ、なんで離れるのかなって思ってたんですけど、その MC をね、ちょうどね、その場で直接見てました。本当に？はい。結構前だね、じゃあ。そうなんですよ。つばたんって結構迫力あるじゃん、笑顔が。可愛いんだけどね、可愛いんだよ、褒めてるんだよ。決してけなしてあるわけじゃないけど、迫力があるからちょっと離れてみると可愛いなって。ちょっと離れて、わかるでしょ、ちょっとわかんない、わかりますわかるんだ。いや、もう本当に可愛い、なんか全部が女子っぽくて、女子力の塊で、何でもこう迷服とかで迷ったら
ツバタンっていう。確かに確かに、メイクもツバタンだしファッションもツバタンだし、すごいね、マイル聞いて勉強になってすごいおしゃれになったよね、マイル。おしゃれになった、なんとなくよかった。毎回会うたびにチェックされるから、これで大丈夫かなと思って毎日通ってましたね。はい、ここでツバタンとの思い出を語ったところで、ツバタンのお色直しが完了したようです。皆様盛大な拍手でお迎えください。それではどうぞ。いただくのは愛さんのストーリーです。それでは聞いてください。
当に名残惜しいのですが、卒業式もこれでもう終わりです。もう一言だけ皆様へご挨拶をお願いします。はい、今日は本当に来てくださってありがとうございます。これからは皆さんとかメンバーとは別々の全く3年前の自分のように戻ってしまうんですけれども、 HR で活動してきた3年間があったから、これからどんなことがあってもニコニコキングでいられると思えるので、みんなもニコニコでこれからもずっと過ごしてください。本当に応援ありがとうございます。そしてこれからも HR のことよろしくお願いします。本当にありがとうございました。今まで本当にありがとうございました。お疲れ様でした。
はい、お待たせいたしました。それでは、準備ができましたので、お一人ずつ、1点数並んでご退出をお願いいたします。青木翼